富安、シントトロイデンで富安を見てた人だったら、なんか、まあ、それ聞いたら富安は、なんかその、ボローニャ時代の話か。ボローニャで、失点はしなかったけど、カウンターの起点になった縦パスを入れちゃった時に、次の日からめちゃくちゃ縦パスの練習しだしたっていう。つけるときとかつけないときとか、プレスに対する、その、かわし方の想定の練習とか、個人でそれすげえやりだしたみたいな。それで、なんか、ボローニャで、あれ、今もだったなんか、その、ボローニャの若手に冨安が、まあ、見本として紹介されるみたいな、なんかあったみたいな話聞いて、すげえ冨安らしいな、みたいな。だから、まあ、ね、アーセナルでも1試合でサイドバックのポジショニング良くなるしさ、だ結局そういうことなんですよね。だって久保建英とかもさ、昔だったら苦手なこととかがさ、その守備の強度も上がって、スプリント力も上がってさ、どんどんいいところばっかり出てきて、やっぱりね、こう、生き残る選手って自分への矢印半端ないですよね。だからそれが一つの傾聴力にもなるんですけどね。元 J のチェアマンの村井さんが言ってたみたいな。本田とか岡崎とか、それすごかったみたいな。せっかせ。Yeah.